さあ今日はね、日曜日なので目標振り返り会なんですけれども、ちょっとね、今僕あのダイエットをやっているので、そのダイエット ま、ダトの中の知識の一つチートデーについてちょっとだけね。シェアしておこうと思います。まあ、僕はあの今ダイエット中でもうすぐ3ヶ月経つんですけれども、まあ、僕は基本的にダイエットはね。体重じゃなくて、体脂肪率をチェックするようにしています。まあ、体脂肪率と筋肉量をチェックしてるんですけどね。できるだけ筋肉量を落とさずに体脂肪率だけを減らすっていう。まあめちゃくちゃいい体にするっていうのをやってんですけどで、体脂肪率でいうと、この3ヶ月。え19の 体脂肪率から、えー、今9%まあ10%ぐらい落としました体重もやっぱり多少は落ちますえっ、ー、と体重70キロから655キロぐらい落ちましたねまあできれば体重はそんなに落としたくないんですけど筋肉量もちょっと落ちるんですけどねまあでもまあいいですあのちゃんと体脂肪率が10%も絞れているのでいい感じになってるんですけどえっ、ー、とチートデーというのを聞いたことがある人いるかもしれませんが停滞期 要は、えっ、ー、と、体重で言うと落ちなくなったとか、体脂肪率が落ちなくなったっていうタイミングで、えっ、ー、と、騙す日です。チートデーっていうのは。体を騙すんですね。要は、ダイエットをしていると、例えば僕はカロリーダイエットなので、まあ普段だったらまあ2500からね、2800キロカロリー食べてたのを、まあ1600キロカロリーぐらいに抑えてるんですね。 で、それを続けていくと、体が、あ、これ、飢餓状態なんだと。要は、食べ物が足りなくなってるんだと思って、脂肪が燃焼しないようにしちゃうんですよ。意味わかりますかね要は、飢餓状態だと死なないようにした方がいいじゃないですか。で、死なないためには、脂肪を保っておかないと。脂肪が少ないと死んじゃうので。で、それが、停滞期と呼ばれるものなんですよ。体ってすごいですよね。死んじゃう、脂肪を燃やすな 蓄えておけっていう風になるんですよ。で、それを騙すんですね。要は、飢餓じゃないよってた、ちゃんと栄養分あるよって、いう風に騙してあげると、安心してガクッと落ちるんですよ。で、それがチートデーです。ただ、チートデー勘違いしてる人がいて、なんかこう、頑張ったご褒美に食べていい日みたいに考えてるんですけど、そんな甘いもんじゃないんですよ。 例えばどれぐらい厳しいものかっていうとですね、チートデイで摂取するカロリーは基礎代謝かける3倍ぐらいとんなきゃダメです。これとんでもない量なんですよ。僕で言うと基礎代謝1600キロカロリーぐらいあるので、なんと1600キロカロリーかける3は4800キロカロリー1日で食べなきゃいけないんですよ。4800キロカロリー食べるの大変よ。ラーメンで言うと何倍 ?9 倍ぐらいか。 多分。<laughs> で、えっと、チョコレートケーキで言うと12個ぐらい食べなきゃダメですね。<laughs> それぐらい食べないとダメなんですよ。ただ、その、例えばラーメン9杯食べちゃダメですよ。もう完全に胃腸を壊すんで。その体に悪いですから。このチートでカロリーをたくさん取らなきゃいけないんだけど、いいものを食べた方がいいです。例えばダイエット中で筋肉が減りやすいので、タンパク質を多めに取るといいですね。 で、やっぱね、一番最強のチートデイの食材、肉なんですよ。肉ってタンパク質が含まれているので、ダイエット中に超おすすめ。もちろん肉ばっかり食べるとね、胃腸が少し荒れるので、えー、食物繊維多めの野菜も食べるといいと思います。肉と野菜が最強なんです。そう焼肉マフィアの和技術感、最強なんですよ。なので、チートデイにはね、まあ、あの焼肉マフィア一番いいっていうことです。 で、注意ポイントは、チートデイの翌日から摂取カロリーをやっぱり抑えなきゃいけないんですね。なので、チートデイの次の日から気をつけなきゃいけないのは、やっぱり2、3日摂取カロリーを普段よりさらに低くするってこと。僕だったら1600キロカロリーじゃなくて、1400ぐらいに落とすってことですね。で、できるだけ、あの、消化にいいものを食べて、で、チートデイの次の日だけは朝は控えるっていうのはいいと思います。 ちなみに、チートデイの次の日は、体重で言うと 1.5kg ぐらい増えます。これが正解ね。増えてなかったら失敗。だから、チートデイに、基礎代謝の2倍ぐらいしか食べないとダメなんですよ。ただ太るだけなのでね。思いっきり食べなきゃいけないので。えー、最後にですね、チートデイの頻度についてなんですけど、これ結構重要で、どれぐらいの頻度でやればいいかっていうと、週1回がいいっていう人いるんですけど、これ実はね、体脂肪率によって頻度違うんですよ。 体脂肪率が10%以下の人をね、週に1、2回やるんです。で、体脂肪率が10%から15%の人が、だいたい週1回が合ってます。はい。で、体脂肪率15%から20%の人は、1週間に1回か2週間に1回。まあ、だから10日に1回ぐらいが目安でいいんじゃないでしょうか。で、体脂肪率20%から25%の人は、2週間から3週間に1回。週1でやっちゃダメです。太ります。 で、体脂肪率25%から30%の人は3週間か4週間に1回。だからもう月1回ぐらい。そして体脂肪率30%以上の人はチート禁止です。はい。生島さんはチート禁止です。はい。それぐらいですね、体脂肪率によってチートデーの頻度って変わってくる。要は飢餓、気が。 状態かどうかっていうことを体が判断してるので、体脂肪率1桁になると、飢餓だと思うので、チートデイ入れないと、それ以上絞れなくなるということが、えっと、チートデイのルールでございますので、間違ったチートデイもやりがちなので、要はストレス解消だと思って、体脂肪率が、あの30、30%とかなのに、週に1回チートデイやると、太ります。 そしてそのチートデイも好きなものを食べていいと言ってね、あの、例えば、えっ、ー、と、2000キロカロリーから3000キロカロリーとかに中途半端に増やすと太ります。基礎代謝の3倍。 もう4 0 0 0キロカロリー以上食べなきゃいけないので、チートデイは本気でやらないと失敗するっていうことですえ。僕もこの3ヶ月間の間に、まだね、実はまだ2回しかやってないんですけど、2回とも今んとこ成功しておりまして、昨日えチートデイやりました。4 0 0 0キロカロリーぐらい、4000ちょいかな、食べましたので、え今日は体脂肪率が一気に2%増えてます。 これを3日後、もしくは4日後にガクンと落として、いよいよ8%台に入れようと思っておりますので、またご報告したいと思います。今日はチートデーについての、ま、豆知識でございました。 今日は豆知識がですね、約7分経ってしまったので、僕の目標振り返りはちょっと喋らずにもうこれで終わりにしようと思います。えー、皆さんぜひ自分の目標の振り返り、この後してみてください。それでは、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいね